こと清野と歌仲間。あなた今すぐ会いたいよ。皆様こんにちは。生田エンターテインメントのこと清野でございます。まあ本当に日に日に寒さが感じてきますね。はい、お風邪などひいてませんか、うん、はい、今週もこと清野と歌仲間の時間がやってまいりました。今週もアシスタントに素敵な阿部りっちゃんにお越しいただいてます。りっちゃん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。皆さんご機嫌いかがでしょうか。今年38を迎えてしまいました、阿部りつ子でございます。あれ、自分の名前をちょっと噛んでしまいました。もとい阿部りつ子でございます。今日もよろしくお願いいたします。ことさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。笑いを噛み殺さないでください。今日は暖かそう。あったかいのよこれ、うん、はい、うん、そしてもうね、本当に私ね、この歌が出た時にね、うん、この方ね、もっとなよっとしたおとなしい人かと思ったんですね。わかります。でお会いしたら全然感じが、イメージが違って、今やなんか親分みたいな感じですけども、この方です。おはようございます。こんばんですか。こんにちはですか。こんにちは。です。よろしくお願いします。親分ですか。なんかこうね、すごくね、堂々としてだしね。うん、堂々として。最近なんか頼りがいがありそうっていう感じがするのよ。そんな感じします。うん、最近なんか政治家になるみたいな、そんなの言われてね。立候補するの？いや、しないですけど。北海道で。なんかいや。加藤さん北海道出身なんですよ。あら、そうですか。同じ北海道。同じなんです。そうなの。琴さんはもともとは琴の町。私はいやいやいや、群馬県の赤城山のふもとなのよ。ああ、強いですね。空風に鍛えられてますから。働きマンで強いんですよ、群馬の女はね。かか殿下に空風っていうくらいですよね。素質はちょっとありますよ。あら。だから売れ残ってしまいました。そんなことない。いつ見てもでも変わらないね。うん、そんなことないでしょう。いや、可愛いですよ。可愛い感じのままですもんね。もうね、私もね、うん、もう50周年ですから。50周年、8歳の時から歌ったんですか。いや、3歳。3歳からですか。ちょっと無理があるような気がするんですけどね。見てる人は呆れてると思いますけど。はい。孫が3歳の時からですかね。違うか、何言ってるんですか。本題に入りませんか。はい、はいはい、そうですね、なかなか、はい、はい、デビューして加山さんは何周年でしたっけ。デビューはね、遅かったんですよ、うん、まだ下目を出したのが38年前で、うん、でその前から名付け親が三輪明宏さんでしょ、うん、で昭和48年に、まあ、加山明宏になってからはもう43年になるんですよね、うん、でもなんか過ぎ去ったら早いですよね。早いよね。これから43年って言うとね、うん、
ちょっと長いけどね。じゃあまだ45周年にはなってないんですね。なってないですよ。だって僕小学校の時に聞いてました。また小学校、ええ、でしょ。僕はあのリスコさんのもあれですよ。まだこう若い時に、ああ芸能人だなと思って見てたんですから。で一緒にこう仕事するのってみんなそうですけど、なんかあこの人が琴清乃さんだ、あこの人が阿部律子さんだと思いながら最初こう一緒に舞台立つもんですよ。先輩たちもそうでしょ。やっぱりその先輩をこう一緒にこう仕事した時最初そう思ったでしょ。ね、あこの人が芸能人だみたいなね。まああの画面と違う人も随分いましたけど。本当にねもう大好きでやっとというかね、この世界に入ってあ会えるんだと思ったらすごくそっけなかったり、あの人苦手だなって思う人がね、ああデビューしたの頑張んなさいねって言ってくれたりと、やっぱり画面とねことごとく私の場合は違ってましたね。それは大概違うんじゃない、あるね、そうね、あの画面と、実際と、そうなんですよ。だからほらなんとなく冷たそうだなとか、なんかこうっていう人は結構意外とそうなんですよ ね頑張れよって言ってくれたり、ですごく良さそうにしてる人が実際に今ね、リスコさんが言ったように会うと、何っていうのはね、逆多いよね。ありました。だからどっちかちょっと僕ねテレビではなんか冷たく見えるかもしれないね、でも本当はすごくいい人なんですよ。声がね、声が上ずってんですけど、自分でやってるから間違いないよね。ね、間違いないですよ。ですよ、だっていい人じゃないきゃ長くできないですよ。絶対に。そうそうそう、やっぱりね、いい人だから、やっぱり皆さんに支えていただけるから長く続くんですよ。絶対そうだよね。私なんて徳光さんに言われましたもん、あのもうりっちゃんねこの世界合わないから早くいい人見つけて結婚しちゃいなさいって言われて、それみんな言うのよ、デビューした当時みんな言うのよ。そうやってもうこの歌歌ってるよりもね、結婚してね子供産んでねどの子なんとか言うのよ。でも結婚ばかしが人生じゃないからね。でも一度もしてないもん。え、一回もないの？ないよ。あなたはしたでしょ。してないっすよ。あ、してないですよ。え、してません。お席真っ白、真っ白なの？随分それは週刊誌でしょ。だってしたんじゃないの？してません。彼氏とかね、そのなんとかはしようと思った人は死んじゃった。あ、そうなの？してないかったの。ゼロしてなかったです。内縁だったんだ。内縁でもないです。普通に同棲とかもしたことないの？普通に付き合ってただけです。え、同棲もないの？ないよ。どうせなら同棲のこと話して、どうせなら、ってでボーイフレンドとかだけそういう彼氏とか、一緒に住んだことはないの？ないです。いいよ、新鮮で。あのほら有名なね、賑やかな人とすごく有名な賑やかな人って小野安井さんでしょ。結構長く続いたんでしょ？長くはちょこっと続きましたけどもね。ちょこっと、ちょこっと長く、ちょこっと長くとか。いやいやいや、でもその後もね、割と仕事をいただいたり仕事一緒にしたり、いい関係を。そういうのっていいよね。あのほら離れてもさ、別に憎むとかじゃなくてね。そうなんです、そうなんですね。そういうあの別れ方っていいよね。そうそう、お別れしてもまた仲良くこう仕事一緒にできるっていうのは最高ね。できました。そうそうそう。ただね、ちょっともうちょっと長く生きててもらいたかったんですけどね。ああそうか、あまりにも早かったですからね。なんかあっという間にいなくなっちゃうね。どっか相当悪かったんですかね。みたいですね。そういう話はまあ置いといて。置いといて。ところで、歌謡セミナーをやってらっしゃる？あのね、僕ね歌うこともね、もちろん好きでね、始めたんだけども、どうもねこのね教えることがね好きみたいなんですね。で、まあ若い時からねなんかね先生って言われたかった部分があるんですよね。だからまあ今更数学の勉強して先生になるわけでもないし、ね、だからやっぱり歌やってきたので、それで僕は古賀政男先生の最後の門下生として、古賀先生のところでがっちりそのレッスン受けたでしょ。でその基礎のことがこう何年かやってるうちに、ああこうだ、ああそういうことだったんだとかね、こう体で本当にこう実感して覚えた、納得したことがあるじゃないですか。そういうことをね、なんかちょっとやっぱ後輩にね、教えていきたいなと思ってるうちに、今カラオケ教室とかいっぱいあるじゃないですか。はいはい、でたまたま僕の話を聞いたそのいろんなこのカラオケの人たちが、いや専門的に加山さんのちゃんとした歌をのね勉強したいっていうことから始まって、それで地方行って、要するにカラオケの先生たちが集まる、そういう人たちの前でちょっと本当の音楽理論みたいなことを話したり、実際に歌ってみたり、カラオケの先生たちに教えてらっしゃる、そうそうそう、弟子じゃなくて。そうですか。
その極意をね、あの歌のメカニズムだとか、うん、それからその感情の入れ方だとか、うん、入れ込まないようにとかいろんなことをね、うん、で、まあ、あのプロになりたい人を、うん、まあ、レッスンしてあげて、うん、あのアマチュアでいくらほら上手でもさ、うん、やっぱアマチュアの域ってあるじゃないですか。そうじゃなくてやっぱあのレコーディングするときに、うん、あのね、微妙なもう際どい部分があるじゃないですか、うん、そういうのもこう教えてあげたりとか、うん、で、プロになった方もいらっしゃいますか。いますよ。そうですか。だプロになってからが大変なのよ ね本当はね、出すことはどうってことないのよね、あのね、厳しいキャンペーンなんか、歌い手ってほらキャンペーンで鍛えられるもんね、うん、あれ修行の場だよね、頭下げてよろしくお願いしますってパッと上げたら誰もいないのね、もうあの切なさね。でも今もう本当にあの夜の世の中、世界っていうのはどこのお店もなんか暇みたいですよね、うん、世の中なんかね変わっちゃったね、うん、お金使ってください皆さん、本当に歌うだけじゃなくて、うん、聞いてみんな ね、しまい込んじゃってんのよね、うん、それどんどん出して、ね、飲みにいらしてください、うん、それってね、曲を覚えるときは必ず本人の CD を買ってくださいよ。買ってください。歌ってる人に聞いて覚えないでください。必ず2、3箇所間違ってますから。だからインターネットで覚えないでください。本当です、ね、本当です。有線放送をしてダビングしないでください。しないでください。もう私たちの生活がかかってますので。そうぜひあの本人の CD を買ってですね、こうキャンペーンにしてみます。キャンペーン。だってほら、あの YouTube で撮るからいいよとかね、うん。ダビングするからいいよとか、ダビングは。店舗で、あの違反なんですよって言うんですけど、うん、いやいやいやって、うん、ソロじゃなくて皆さん1枚ずつ買ってって言いたいですけどね。僕の友達がですよ、うん、友達が今度新曲を覚えたったら、いやまだガイドボーカル出てないもんって言うんですガイドボーカルで覚えんじゃなくて CD よ、俺友達じゃないのって言ってここまで来るんだけど、あっそうで終わりなんですよね。あ、そうなんだ、だから CD が売れないんだとかね。ところで、うん、最近デュエットなさってるそうで。デュエットはね久しぶりなんですよ、うん、25年ぶりぐらいなんですけども。そうです。デュエットってね、僕ね、あのちょっと大人だったから言うんですけど、はい、あの発見したことがあるんですよ。あら、あの男の人と女の人が歌うじゃないですか、はい、そうするとデュエットってね、やっぱりね女の人が主なんですね。うーん、女の人が主役なんですよ、はい、それで男の人がその女の人をサポートするように、支えるように歌ってあげると、あったかいデュエットができるんですけど、これお互いに歌唱力ぶつけ合って、これでもかこれでもかってやると、もう出来上がりがね喧嘩したような歌になっちゃうんですよね。それを僕分かってね、今度ね若手のね、あのまあディレクターに注文出したんですよ。新人と歌いたいと。ね、前は随分年配だったんですか。ね、最近年上が多いんですけどね。そうですね。それでね、はい、その新人と歌いたいって言ったら、うん、ディレクターがね、うん、カラオケチャンピオンになった子をね連れてきて、うん、それでもう歌いたくて歌いたくて、もう一生懸命なね、子がね、うん、その子がね、瀬尾ひろなちゃんって言うんですけど、これが瀬戸内海で生まれて、うんうん、瀬尾生まれると書いて、あ、瀬尾ですね。で、ひろなはひろこなんだけど、うん、芸名はひろこじゃちょっとあれだなと思って、うんうん、ひろな、瀬尾ひろなちゃんっていうのがね、うん、これがね、歌がガツンとしっかり歌ってね、もうすごいんですよ。ちょっと今日はあのおいでいただいてるんでしょ。もう連れてきましたから、うん、はいはい、ひろなちゃんどこ。ひろなちゃん、ひろなちゃん、あらー、いらっしゃいませ。ひろなと申します。今回加山明夫親分の親分になりました。やっぱ やっぱりよろしくお願いいたします。そういう子分のてめえたちともなんてね、それ違う、うん、あのすごい頑張ってね、歌がねものすごいしっかりしてるの。ございます。ガツンガツンと歌う。どういう感じの歌なんですか。これがね、ひろなちゃんね、うん、ちょっと説明してごらん、はい、うん、これはですね、うん、皆さんきっとどこかで目にしたことがあるかもしれない、うん、必殺仕事人のようなかっこいい、うん、今までにないデュエット曲です。あ、そう、はい、あのね、なんか時代劇が始まりそう。そうなんです。もう僕今言おうと思ったんですよ。あのね、こう目を閉じてね、うん、うん、とあのお茶屋さんにね、うん、あの18ぐらいのかすりの着物を着てね、うん、でひろなだから、はい、おひろちゃんね、おひろちゃんが団子売ってたとこに、はい、うん、加山っていうね、うん、すごくハンサムなね、秋尾左衛門とお侍さんがお侍さんだそう、ちょっと年は離れてるんですけども、うん、であのおひろがね、うん、好きになるんだけど、うん、拙者も侍、そっちとは一緒になれんとかなんか言ってね、ってね、だけどしょうがなくこうふっついちゃって、あら、で二人でこう駆け落ちちゃうんですよ、うん、
で駆け落ちっていうのはね、駆けて落ちちゃうんですね、うん、いやそれで駆け落ちって言うんですよ、うん、え本当に、うん、二人で駆け落ちって落ちちゃうから駆け落ちなんですよ。だからうまくいかないんですよ。だそういうねちょっと時代劇風な、うん、今コツさんがおっしゃったような、うん、そういうイメージで、ね、楽しみね聞くのがね。それでこうねあの追っかけるんですよ、こう、うん、あの男と女をこう追っかけるような、うん、そういうメロディーなんですよ、うん、そうですか。ちょっといいよ、じゃあ聞いてみたいですね、うんうん、じゃあちょっとご案内してくださいませ。ご案内、僕がご案内ですか。そう、コブがご案内してください。ではコブの瀬尾ひろな、はい、では加山明夫さんと瀬尾ひろなのデュエット曲駆け落ちスペシャル見てください。どうぞ。Me too.
私の新曲愛されても愛されても愛され足りないお届けをいたします。どうぞ。すごい
まさに必殺。ありがとうございます。モノクロってことさんいいですね。最高です。もうあの必殺仕事人のイントロね、チャララーっていうのも、それからのイメージも全部盗みました。盗みました。隠らせていただきました。いいものはどんどん隠って。駆け落ちでしょ。駆け落ちするのになんか堂々と駆け落ちしてるって感じですよね。あ、本当だ。そうですね。本当本当。感はありますね。それはあるかもしれないですね。あんまり悲壮感がなかったよ。堂々となんか駆け落ちしてるんですね。これから行くぞみたいな。俺についてこいみたいなね。リードしてるしね。でもこれからの駆け落ちってそうかもしれないよ。こっそり行くんじゃなくて。私だって駆け落ちなんて言葉使わないでしょ。使わないね。なんて言うんだろう。なんでどうせだよな。どうせ。だってすぐマンション借りて二人で住んじゃうもんね。だって結婚式に親がいない結婚式いっぱいあるよ。だから親関係ないみたいよ今。寂しいけどね。駆け落ちっていう言葉ね。その駆け落ち時代は問題があったとしても、言葉自体はなんかいい響きですね。いい響きだよね。なんかね、日本の文化ね、文化だよね。文化という。いや本当に駆け落ちっていうと本当に愛し合ってる人がどうにもならなくて二人だけで逃げるっていうね、周りから反対されてもね、そう僕たちはね別に二人で本当に逃げてるわけじゃないんですけど、知ってるよ、いやあのね違うのね、あのお父さん、ひろなちゃんのお父さんよりも、ひろなちゃんのお父さんよ、お父さんよりも僕が8つ上なのよ。そうですか。年の差カップルで、こんな年の差が離れたらデュエットないと思うよ。そうですね、このレコード業界100何年父親は、父親はおじいちゃん、父がね、父の父は嘘の父ってね、あの父はね、あのひろなちゃんの父はね、カラオケの先生やってるんですよ。そうなんです。それで僕がいない時にこの男の部分をひろなちゃんのお父さんが歌ってるんですよ。それで加山明より俺の方がうまいって言ってるらしいんですよ。だから一回ねお会いしてね、まだ会ってない、あの駆け落ち対決していただいて、駆け落ち対決してね、いやいやでもちょっと勝負しなくちゃいけないと思ってるんですよ。それでじゃあお父さんの方が上手でお父さんと駆け落ちしちゃったらどうするの。お父さんが僕より上手だったら僕は歌手をやめます。いや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 、まあそれはないでしょうけど、はい、でもねいい歌ですよ。はい、もういつも素敵なダンディーな加山さんの歌声を間近で聞けてすごく勉強させていただいてます。いいでしょう、新人って ね、 いいね、謙虚で、僕昔を思い出すんですね。謙虚のかけらもないでしょ。じゃあ、ね、どうしてわかるのそれが。あのこれからの告知でもあったらどうぞ何でも。年内のね12月8日に新宿 の、 あのハヤットリージェンシーとかなんですけども、そこは僕が今年43年目の毎年やってるね、あのディナーショーがあるんですよ。そこでこのね駆け落ちスペシャル、もちろんね、ひろなちゃんの歌と一緒に、あの生バンドで歌いますし、それとまあひろなちゃんもゲストで出てるんですけども、テレタマでね、11月から始まりまして、毎週水曜日の朝5時半、アートハートクラブっていうので、私がメインパーソナリティを務めてまして、これが素晴らしい番組でございましてね、どうぞ皆さん朝起き早く起きてですね、エリアじゃない方は優先を引いてですね、そして早起きは三毛の徳ということでございますので、5時半にぜひアートハートクラブテレタマ加山明夫を見ていただきたいと思います。そんなこととかいろんなことで、もう何しろ暇ですからね。月20本しか仕事ないので、なんとか30本にしたいなと思って、毎日1日でもね休んでると、それは欲張りする。いや僕ね結構ね、何もないでこういるじゃないですか、するとねなんかね、あれ今頃7時だろ、8時今頃どっかでみんな歌ってんなと思っちゃうんですよ。それ時々どっかで、ね、体を休めようとか思わない。思わないね。あのね、うちに黙って入れないんですよ。なんか出かけてね、ご飯食べに行ったりね。あ、そうですか。でなんかやっぱりね休みだとねダメだから、ゴールデンウィークとか、そのなんてお盆休みとか、その時になるとね、そういう時はしょうがないよね。いや人が休む時にほら働かなきゃいけないっていう習慣だから、休みだとね、で毎日やっぱり歌っていたいですよ。だって歌わないとほらここもだんだんあれしちゃうから。私なんか毎日なんかとても歌えない。だって50年歌ってきたんだからゆっくりしてくださいよ。本当にね、社長が働かせてばっかりじゃないの。もうすぐ喉が潰れるのよ。水野会長がもう本当に働け働けって頑張れ頑張れってね、少しは掘ってまた掘ってて ね、 ね、 ね、体考えてほしいですよね。そうですね、
まあ、りっちゃんも、はい、りっちゃんも10月5日から BS12 チャンネルで番組をすることになってじゃなくて今進行中ですね、うんうん、朝5時からでございまして、ね、早いのよね、はい、私も、うん、テレビこれから収録して永山陽子ちゃんの宴会直線とかね、はい、それから日曜バラエティとか、うん、それはね和歌山行ってね、うん、生放送するんですけど、まだちょっと先ですけどね、2月になりますが、うん、続々とまたこの新曲が1月の元旦に発売になりますので、はい、いろんな放送も続々と予定が入ってまいりますので頑張ります、うん、まあね、うん、まあ、若いから頑張れるね、うん、分かんない突然言わないでリスコさん何で今のままいやいや、だってさっきも大変なのって言ってたんで若いから頑張るって言うとどう答えていい、いやでも芸人は年忘れますよね、うん、忘れます、自分の年思ってませんもん、うん、だってクラス会なんか行ったって、うん、自分と同じやつと見てすっげーと思いません、うん、同じ若いよね、こういう人たち同級生かしらと若いでしょ、若いです、やっぱ大先輩方が頑張り続けてくださったら、うん、後輩の私たちも追いつきたいなって、うん、いいこと言うな、いいこと言いました、ね、僕も昔そう言ってたんですよ、あら泣いてるし、まあね、今週は本当に楽しい加山さんにおいでいただいて、あっという間に30分が過ぎてしまいました、ね、はい、また来週お目にかかります、お別れに、私のプロモーションビデオ二人船を聞いていただきながらお別れです、また来週ごきげんよう、バイバイ、さよなら、ひろなちゃんも笑顔で、はい、ひろなちゃん頑張ります、波よ、どうしたらいいの？
ですか。夢のようだわ、あの外になるのなら、私もっともっと